んた、これがいいんじゃない？それネオというの見たの。ちょうどいいわよ。私も新しいのに変えようと思ってたから。これください。でもお前の湯飲み割れてねえだ。いいでしょ、私が払うんだから。さやこさん。あら、バンタ。ちょっと待って、開けるから。ネオと湯飲みを使っていることをバンプに知られるわけにはいかないレッドであった。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。ん、レッドさん、レッドさん、私、ま、電車の中ででっけえ声出すんじゃねえ。みっともねえな。すでに乗ってらしたということは川崎か武蔵小杉からの帰りですか。人の多いところで声かけんじゃねえ。え、なんでですか。ん、あ、すいません。いいえ。よいしょ。隣に座んじゃねえ。それに長ネギがくせえよ。長ネギがよく平気でネギ持って電車乗ってくるよな。一の一は一の一ですよ。なんだよ一の一って。一の一、溝の口のスーパーの丸 S の月初めの売り出しですから。今日はんだよ、そんなことかよ。ネギが中国産ですけど88円で、鶏もも 100g 88円。いいよもう。今日新しい怪人が来るから、鶏の唐揚げネギソースでもしようと思って。あ、怪人、その名も狂気のジャルゴ。やべえ、もう約束の時間から20分経っちゃったよ。高島屋のどこで待ち合わせなのか、ちゃんと言ってから電話切ってくれよ。本部クラッチバッグ持ってるとか、だいたいこんな感じとか。そもそもこのファックスもなんでイラストなんだよ。もう写真にしろよ、写真に。やっつけすぎるぞ本部。それにしても狂気って意味をすげえな、ジャルゴさん。つうか大丈夫なのかな。え、なんせ組織の要注意怪人に指定されてるくらいだからな。正直呼び寄せようか迷いましたよ。なんたって要注意怪人ですから、支部のみんなも不安な面があると思いますよ。でもそういう危険分子が入ることによって結束が強くなるってこともあると思うんです。いわばジャルゴ君は劇薬なんです。何せ狂気の異名を持つぐらいですから。4年前の事件知ってる？ユタの大決戦。え？アメリカのユタ州で繰り広げられたフロシャイムの怪人とヒーロー数百人の大抗争。え、4年前にデリカットの故郷でそんなことが。あの抗争で生き残ったのはジャルゴさん一人だったらしいけど、それはジャルゴさんが敵味方関係なく襲いかかったかららしいよ。マジかよ。それでついた異名が狂気のジャルゴ。そりゃもしジェルゴ君が命令聞いてくれなかったらって考えると心配ですけど、でもそこは将軍として毅然とした態度を取ろうと思ってるんです。私、さっきから言おうと思ってたんだけどよ。はい。俺はお前からその話を聞いてなんて言えばいいんだよ。いないな。携帯ぐらい持ってくれればいいのに。そんなちまちましたもの使わないだろう、狂気のジャルゴさんは。あれ、ジャルゴさんじゃない？ほらクラッチバッグ持ってるよ。チワワ見てる。小腹が空いたから子犬を丸飲み。やべ、チワワって一匹15万以上するんだぜ。うちの家計に大ダメージだよ、止めないと。よかったら抱っこしてみませんか。え、 Really？ え、うわあったかい。 Hello little puppy、 I'm Jargo。 ははお、結構重いなこの子。あー、そっきゅー。あらら、寝ちゃった。心許しちゃってるこの子。犬の扱いに慣れてらっしゃるのね。あ、no 僕犬飼ったことないんですよ。 My apartment ペット NG だし。狂気のジャルゴ。狂気のジャルゴ。やだ、この子もジャルゴさんに抱っこされたがってる。What？ え？すごい。店内の犬がみんな懐いちゃった。こんなこと初めてです。こら、よせよ。すごい。こんなに犬に好かれるなんて、ジャルゴさんって本当にお優しい方なんですね。なんて言ったって、狂気のジャルゴですから。はいはい、狂気ね。ユタ州ね、ユタ。狂気の異名を持つ怪人は、ジャンゴという名の別の怪人であったと判明するのはその夜のことであった。それいけ、バイバイソルジャー。バイ
またまた自分を改造したピーちゃんだったが、プログラムにエラーが出てしまったのだ。わーすごい、ピーちゃん絵を話せるんだ。でそれはドイツ語なのだ。アニマルソルジャー英会話教室、僕たちも頑張って勉強して英語ペラペラになるよ。Hello, how are you? Hello, I'm... What is this? What are you talking about? I don't know. This is a pencil. Hola! Wow! That's a normal gum, right? You don't have to separate the pet bottle, right?おお、タイザー。おお、画面にいる。いやいやいや、お前この漫画読んでみろって、面白いから。面白い。ああ、人から借りた方にボロボロ食べかす落としちゃダメでしょ。本当におせっかいっていうか、なんていうかね。えタイザーさん、ああ、なんとか言ってやってくださいよ、バンプ様。でもあの人の言ってることは正しいよ。言われたくなかったらちゃんと生活する。あなたがそうなんじゃ他の人たちに示しがつかないでしょ。いい、フロ社員川崎支部の天井裏に住み着いた謎の生物は筋の通らないことが大嫌いなのだ。9月、台風が多く意外とジメジメするこの時期に、アジト（借家築23年木造閉じ）の洗面所の洗濯機裏の壁面についたカビを取る怪しげな男、彼の名前はバンプ。世界征服を企む悪の組織プロシャイムの将軍である。わあ、黒カビがびっしり。うかつだったよ。お風呂のカビには気をつけてたけど、洗濯機の裏はノーマークだった。私、カビは湿度 70% 以上で気温が20から30度っていう環境が一番繁殖しやすいの。気温からすると夏場より6月9月あたりが一番要注意なの。6月は梅雨だからあれだけど、9月が盲点、はあ、特にこの黒カビは毒性も強くて気をつけなきゃダメ。喘息や鼻炎なんかのアレルギー性疾患の元だからね。怖いよ、クラドスポリウムは。黒カビの正式名称。バンプ様、なんでそんなにカビに詳しいんですか？だって私カビアレルギーだから、ほっとくとくしゃみ、鼻水、目のかゆみでたまらないの。そりゃ研究するよ。チンスコ。こんなとこで食べてて大丈夫なんですか、タイザさん？いや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 、本当にもうカビなんか絶滅しちゃえばいいのに。ほらほら、カビ取り剤使ったから外へ出て。ここにいると気分悪くなるよ。ん？カビラ J 君。カビラ J、彼は意志を持ったカビの胞子が無数に合体した怪人である。ジェイ君、どうしてここに？そういえば今日レッドへの資格が来るって。あのね、さっきの話は。カビの胞子が。え、ジェイ君。バンプ様、今のはまずいですよ。本当にごめんね、ジェイ君。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市を舞台に繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。何やってんだあいつら。正直デリケートな問題だと思うよ。お互い少しでも広い方がいいし、諦めちゃったら相手が得することになるからね。共有するって考え方はないんですかね。あ、領土問題を話し合うなんてこいつららしくねえな。共有なんてできないよ。新幹線の肘掛けの幅って狭いんだから。ってなんだよ、肘掛けの話かよ。あ、そっか。え、そっか。てめえは肘掛け依存の問題だろ。いやー、迎えに来てくれてありがとう、ガーメンマン君。荷物多いから助かっちゃった。いえ、こんなに買うつもりじゃなかったのに。タイムサービスって怖いね。ネギ、匂い残りそう。あ、寒いから閉めてくれる？はい。